どうもタビアンです。キャプテン翼4続きやっていきたいと思います。またメキシコシティなんだね。前回アルゼンチンにね、完膚なきまでにやられましたペドロ。さあこれはヒューガ君と若島津君のチームだよね、メキシコシティ。最後気を取り直してっていうのがなかなか気を取り直せないけどね。おっとバランスよくプレッシャーかけてくるね。これはきつい、取られそう。ワンツーでいけるか。雨が降っております。あ、危ない。さあヒューガ君に渡せるか。前に出す。ヒューガ君以外は名前を覚えていない。ドラガンだって、ドラガンストイコビッチか。グティレス、グティレス抜けたー。さあヒューガ君へパスだ。キーパーと1対1に行くか。ドリブル開始、ヒューガ、チャップマン、ワンツー。うわー PK、 違う、 PK じゃない、ホルヘ、トラップかな、トラップ、ホルヘ。あれ敵のディフェンダーどこ行った。ヒューガと重なってんのか。ヒューガ君へ、高いボール、ヒューガ君オーバーヘッドでしょ、オーバーヘッド。どうだ、キャラハン届かない、ヘップパン届かない。オードリーヘップパンいたよ。どういうチームだ。ロサンゼルスのゴールに突き刺さりました。有名人多いね、相手チームね。オードリーもいましたよ、ロサンゼルス。ヒギンス。ヒューガ君守備もやるか。タックル、タイガータックルはもったいないな、なんかな。さあヒューガ君の守備見ましょう。あらまあダメだね、ヒューガ君体力温存した方がいい。3人かわされた。若島津の出番かこれ。雨降ってんのが嫌だね。あ、オズバルド、アッシュ、どこかで聞いたことのあるような世界のキャラクターだ、なんとなく。アッシュシュート、ダニエル届かない。あ、パンチングもいける、左ボタンでパンチングか。どうしようかな、ここは。でも三角飛び、よし、アントーニオ。おお、これはいい場所だ、アントーニオ。ヒューガ君がなんか完全にマークされてる。え、一緒に動いてるこれ、ヒューガ君誰かと。あ、味方が、味方と一緒だった。ヒューガ、今度はちょっと強引なドリブルぐらいでいきたいね。あれ、チャップマンいたの、チャップマンいたの、スルー。あーダメだ、こぼれ球頼む。なー、オードリー、オードリーヘップバーン、オードリーヘップバーンにカットされたー。これやばい、マンマークしてたんだねヒューガ君を、チャップマン。わあ、
ジョーダン、マイケル・ジョーダン、ここにいます。なんてことだ。これ高橋陽一さん、いいのかこれこの名前の付け方は完全になんか誰かを意識してるよねこれマイヤー、どっかで聞いたことのあるような選手が多い。おお、ケンペスボール取った。さあ誰にパスするよ。10番がフリーだ。こんなにね、22人ずつ名前、あの選手いたらつける名前なくなってくるよね。あ、9番完全にマークされてる。外に出す、グッティレス。一回外に出してもう一回ヒューガ君だ。オーバーヘッド決まったからな。オーバーヘッドの大量生産だ。ガッツ517、決めろヒューガー、2点目を。あ、キーパー来た、シュート、オーバーヘッド、キーパー身構えている、決めれるか。あ、ゴールポスト破裂、もったいない、得点もったいない。これはやばい。これで追いつかれでもしたら。ミハエルシュマッハか。やばいよこれ。おどきなさい。え、ローズダンサー、意味わかんねえ。おーし、ファールで止めた。監督はミハエルがむちゃくちゃだから気をつけろって言ってたな。ミハエル、マイヤー、やばい、ミハエルにまた戻されるかこれ。来たミハエル、圧倒的ローズバスター。やばい、左利き、三角飛び、いけ沸かします、踏ん張れ、よし、しまずナイス、アントーニオ、うわすごいとこ、アントーニオ4番がずっとマークしてるんだよね。センタリング、ヒューガー、もう一回オーバーヘッド、あ、低いボール、タイガーオーバーヘッド、いやボレーシュートでいいでしょ。どうだ、キーパー届かない、またゴールポストヒューが決めてくれよ、決定力。かわされる、若島津のガッツがやばいねこれ。マイケル・ジョーダン、シュート、パンチングいこうか、パンチング、よし、こぼれ球拾われるな。あー、やばい、ミハエルはやばい、三角飛び、よし、いやもうこれ前半これ以上三角飛びはできない。ペトロっていうか2点目を決めたい、早く。
点差はきついな。後半ヒューガ君がことごとくキーパーは抜くんだけどね。残り時間さあヒューガ決めてくれグティレス。でもこれ時間使った方がいい。時間を使ってギリギリまで使ってヒューガだ。ヒューガ決めろ。ヒューガ2回外す。さあこれを決めてくれないと。ヒューガどうだ。キーパーは当然抜く。またゴールポスト。嘘でしょ。3回連続ゴールポストってあるかい。ヒューガーそれはないわ。ヒューガーあーもう完全に後ろ下がってるね相手。マジか4回シュートして3回ポストってないでしょ。負け試合だこれは。あ、間違った。負け試合。これは勝てませんよ。センターフォワードが決定力ないと。ディフェンスはもうしっかり仕事してるからね。これヒューガ君動かない。力蓄えとけヒューガ。普通だったら負け試合ですね、さあ踏ん張れるかメキシコシティ。ミハイル来た。シュートブロックだ。シュートブロック。ああドリブルできた。来た。ローズバスター。ブロック、ブロックいってるよ。なんで届かないエリア内、三角飛び。届かない。なんてことだいや、ヒューガ君が 4回外してるからね。3回か4回外してるからね。これは厳しい試合に なりましたね。テンションも上がらないよこれ。ヒューガ君っていうかサンパウロで試合したいサンパウロとパウロと全日本で試合したいよ。あー取られたダメだー。あ、完全にこれ負け試合だ、最後の力を振り絞って。若島津君もここはパンチングだ。よし、あーこぼれ球。シュート、シュート、パンチング。よし、こぼれ球。シュート。ガッツが蝕まれていく。200しかない。よし、クリア。ゴールキック。よし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 。若島津を休ませろ
バカ島さん時間を使え。グティエレス、グティエレスとヒューガ、どうしよう。ここ一回セルヒオ、セルヒオエチゴボール触ってないな今日。セルヒオエチゴ逆サイドに展開したい。セルヒオエチゴいいね、7番いいよ。開いてアントニオ、ゴールキーパーは抜いてるんだからね。あとは決定力だけなんだよ、ヒューガ君。普通のボレーシュートでいいんだ。オーバーヘッドか。もうガッツなくなってきたな。いい加減決めてくれないと。ヒューガー、ここからだ。キーパーは抜くんだけど、やっとゴールヒューガ君、やっと2対1。でもあと1、2点は入れられちゃうよ、これ。残り20分もある。眠れる獅子が起きました。ヒューガ小次郎。マイケル・ジョーダンから。ミハエル来たよー、ミハエルー、ファールでいいから止めろ、セルヒオ・エチゴ、おどきなさい。無理だよね。よーし、ナイスファール、ホルヘ。いいですよ。残り18分、長い長い18分。アッシュ、ミハエル以外のところで止めたい。岡島津君はもうフラフラですよ。パンチングしかできません。一気に13分に減った。ここミハエル勢いは弱まったが、もういけ、三角飛び届かない、ガッツ46しかなくなったシュート打たれれば入ると思わないといけないね、これ同点。さあヒューガにもう一回チャンス作れるか。セルヒオエチゴ、残り10分、こっからが本当の戦いだ。後ろ下げてプレスのかけ方がうまいんだよねこのチームね。左サイドか、左サイド、これ縦ね、縦のボールが通るかだよね。ここオズバルドから、ここが怖い。まあ完全にマークされている。ここ通るかここですよ、ペドロへのパス。これこれカットされる可能性高い。通ったー、ペドロ、よし、いいぞ。ヒューガ君に通せるけど、ホルヘでいいだろ。よし、通った、くさびのパス。ヒューガ君自分で行くか、これ
それともセンタリング、センタリングだな。アントニオ、まだ負けてるわけじゃない。アントニオ、さあ4番はこっちに寄ってくるのか。寄ってこない、寄ってこない。残り4分20秒、ヒューガ君普通にボレーシュートで入るはずだ。フリーになったか。4番チャップマン来た、フリーになった。ボレーシュート決めろヒューガー、もうゴールポストは勘弁してくれよ。よーし、ハットトリック。本当はもうダブルハットトリックできるぐらいだけどね。さあ残り2分40秒の戦い、こっからだ。長い試合になってるね。なんかマイケル・ジョーダン来た。ディフェンスみんな戻れ、発動みんな戻れ。シュート打たれればほぼ終わりだよね。若島津くんの体力からすると。あーここで打たれたか。これだけでも距離遠かったら本当は三角跳びでいけるんだけど、ガッツは戻ってないよね。戻ってない。パンチング、やっぱりな。おー、ゴールポスト、ここで来たゴールポスト来ましたよ。そらそうだよね、こっちもう3回以上ゴールポストしてるんだから。やったぜゴールポスト。どうしようこれ、パス出しどころがない。残り時間、残りほぼロスタイム、トラップして笛吹いてくれ、早く早く笛吹いてくれ、笛吹いてくれ。クリアクリアクリア、あーよーし、やりました、やったぞ、決勝進出だ。やりましたねヒューガさん。決勝戦はサンパウロが相手。あ、そうなの、また翼と戦えるなんて夢のようだぜ。さあいよいよ予選決勝が始まります。この試合の勝敗に関わらず両チームとも本大会の出場権は獲得。そうなんだ、じゃあ消化試合じゃないかえ、消化試合では翼出さないよプロ初勝負だな、地区予選決勝。いやもう本戦決まってるんだったら出さないけど。次回翼対ヒューガ、お楽しみに。さよなら。